最終種目に入ります。現在2位のウズベキスタンのチトビチナ、ゆかです。そして2本目入れてきました。このゆかは自信を持っています。チトビチナ団体の時も 9.325 と最高の得点を出しました。2本目は新月面でしたね。現在トップとは 0.675 の差があります。少しでも高い得点で長男に迫っておきたいところ。現在2位のチトビチナ、力強いですね。27歳、10年以上この世界の舞台で戦い続けます。ウズベキスタンのチトビチナ、最後のシリーズに入ります。メダルの色をかけて真のダブル決まった。見事です。高さが十分すぎるほどありました。ウズベキスタンのチトビチナ、アジア大会はバンコクのアジア大会に続いての出場。去年のベルギーの世界選手権跳馬で銀メダル。まだまだ世界のトップを維持しています。しかし高かったですね、ここは最初の E 難度、そして2本目ですね。すいません、ムーンサルトですね、はい、E 難度です。そして最後は屈伸のダブルで締めてきました。得点出ました。9.025、9.025。